が物資保管所？随分と荒れ果てたって感じだね。建物の原型をとどめてるんだからマシな方よ。直撃じゃなかったからこの程度で済んだのよ。ゾッとしねえな。なんでベルグラントみたいなもん作っちまったんだか。なんでって、新しい地表の生成のためじゃない。知らなかったの？え、そうなの？もともとベルクラントは地表を細かく粉砕し空に巻き上げるためのシステムだったの。で、その巻き上げた石や岩を使って空に浮遊大地を作って町や村を作るつもりだったのよ。本来ならば全ての人がその浮遊大地に移民するはずだった。だが天上人と呼ばれる特権階級の人間たちだけが使うことになったんだ。それに反発した地上人が反旗を翻したのが天地戦争なんだよね。そうだ。そして戦争になった途端、ベルクラントはその姿を兵器へと変えた。ま、そんなところね。兵器としても申し分ないからね。最大出力で撃てば島一つ吹き飛ばせるし。人助けのために作った機械で人殺しの手伝いをさせられることになった。開発チームの人たちはきっと辛いでしょうね。私の作ってるソーディアンみたいに人殺しの道具で人助けができることもあるけどね。ともかく今度の作戦を成功させたいのはそういうことだから、キリキリ働いてね。わかった。よし、行こう。ちょい待ち。なんだか変な匂いがするわね。あっちゃー、まずった。化学物質が漏れちゃってる。毒ガスか。中には入れないか。ああ、大丈夫大丈夫。かなりやばいけど、10分くらいなら我慢できるわよ、多分。マジで？マジで。いい、よく聞きなさいよ。目的の物は資材置き場の一番奥にあるコンテナに保管されてるわ。でもそれを開けるには何個ものプロテクトを突破しなくちゃいけないの。あちこちにプロテクト解除用のキーが落ちてるはずだから、それを全部手に入れるのよ。わかった。でも、本当に中に入って大丈夫なの？10分くらいなら大丈夫って言ったでしょうが。でも、10分過ぎたら命の保証はできないわよ。いい？ 10 分よ、10分。あんたたち、こんな圧倒的な戦力差で、よく喧嘩する気になったよな。だって、喧嘩でも吹っかけなきゃ永遠にあいつらの言いなりだもん。もともと売られた喧嘩だしね。それに圧倒的な戦力差をひっくり返すなんて考えただけでも楽しいじゃない。楽しい？簡単に答えが出る問題なんか解く価値ないわ。不可能と言われた方程式を解くからこそ面白いのよ。で、その方程式は解けそうなのか？その答えは未来から来たあなたたちなら知ってるんじゃなくって？それに焦らなくても答えはすぐに出してくれるわ。兄貴たちと私が作ったソーディアンがね。目的の物はセキュリティのかかったコンテナに入ってるはずだから、まずはセキュリティ解除用の鍵なり何なりを手に入れなきゃね。目的
プロテクトを解除するための鍵ね。同じものがあと2つあるはずよ。ああ、そうそう。これを持ったまま外には出ないでね。え、なんで？こいつ温度変化に弱いのよ。外の吹雪の中に出たら、あっという間にボロボロよ。ねえ、ハロルド。本当にここにいて大丈夫なの？なんか俺、頭痛くなってきたよ。未来人は私たちよりも毒に対する耐性が低いのかしら。これは興味ある研究対象ね。それじゃあお前だけ無事で、俺たちが先にぶっ倒れちまうってことか？大丈夫よ。いざとなったら人工肺を移植してあげるから。それともいっそのこと頭以外全部機械にしてあげようか。さあ、くっちゃべってる暇ないぜ。とっととカニを探すぞ。いい？その鍵持って外出ちゃダメよ。急激な温度変化に耐えられなくてポキーンって行っちゃうから。ってことは急いで他の鍵も探さなきゃダメってことだね。いい？プロテクトを解除するための鍵ね。同じものがもう一つあるはずよ。